増えてます。気をつけよう転倒転落。毎年平均市内で転倒転落によって約340件も救急車で搬送される事故が起こります。転倒の多い高齢者の場合、一度骨折により入院してしまうと、筋力の低下などの理由から元の生活に戻れなくなったり、生活するのに周りのサポートが必要になったりする場合があります。自宅リビングのビニール袋で足を滑らせたり、玄関で靴を脱ごうとした際にバランスを崩したり、服用薬が効きすぎてふらついたりするなど、さまざまな要因で転倒してしまうケースがあります。ポケットに手を入れたまま歩くのはやめよう。スマホを触りながら歩くのはやめよう。部屋は整理整頓しよう。自宅の階段や玄関には手すりを設置し、安全に上り下りしよう。スリッパはサイズの合ったものを、靴下はイボ付きのものを着用しよう。高齢者や薬を服用している人は特に注意。身近にそうした人がいる場合は配慮をお願いします。普段から体を動かすことも転倒転落予防に効果的。転倒転落をしないよう気をつけて生活をしましょう。